ってる。案内してます。濡れてる、濡れてる。出てきたらご案内してますよ。さあどうぞご案内してます。よかったらお子さんと一緒にどうですか。こんにちは。こんにちは。どうですか値段は。一人でしたら10分から15分のコースで3000円からご案内してます。ああ3000です。いいですか。はい。あ、待って私に来ますか。はい、ありがとうございます。じゃあコースの方なんですけど、動画を とてもいいですか。もちろん大丈夫ですよ、はい、ありがとうございます、はい、コースを決めたいんですけど、お時間とかご予算どれぐらいありますか。多分10分ぐらい。15分ぐらい。この周りですか。あ、そうです。この周りぐるーって回ってきます。はい。そしたら、一応お一人でしたら3000円から。はい。大丈夫です。はい。3000円で大丈夫です。はい。こちら3000円の10分から15分のコースで。はい。はい。ありがとうございます。で、はい、私もさんもうちょっとこっちでお願いします。ありがとうございます。今ここにいるんですけど、はい、うちの浅草寺がここにあって、浅草寺の左側のエリアか右側のエリア、10分から15分だとどちらか回ることができて、はい、左側は食べ歩きだったりとか、あと笑い劇場があったりとか、はいはい、賑やかな浅草ですね。で、右は国の重要文化財があったりとか、あとスカイツリーとかとても綺麗に見えるスポットがあったりとかがあるんですけど、どっちに行きたいとかありますか。どっちが おすすめですか。おすすめはこっちの賑やかな浅草がおすすめです。じゃあここに。ありがとうございます、はい、じゃあ試しコースお一人で3000円でお願いいたします、はい、後払いで、すいません。後で、はい、はい、わかりました。ありがとうございます。今車の用意するので、まずじゃあこちらでお待ちください、はい。現金と、はい、クレジットカード使えるんですけど、はい、どっちがいいですか。どっちも大丈夫。現金で。現金で、はい、わ、はい、かりました。何さっきだってあそこ出てもすぐ書いてあった。はい、じゃあこっちにお願いします、はい、足元気をつけてください、はい、じゃあこっちにお願いします。はい、じゃあ人力車の正面から 3で真ん中にお願いします、はい、バッグ一旦お預かりしますね。はい、はい、すいません、お借りします。はい、じゃあお兄さんも123で真ん中にお願いします。はい、ちょっとこれはめんどくさいです。はい、やりかしやっぱこれから裏の方にちょっとビデオですか。あ、ビデオ大丈夫ですか。大丈夫ですよ。ありがとうございます。じゃあこれ足元に失礼しますね。はい、よいしょ。まずこれ持ち上げたら水平になるので、はい、何が？あの高い建物ありますよね。そうたくさん高い建物ありますから。800メートルぐらいの。そうですね。高い建物。そう。この仕事はどのぐらいですか？大体始めてから1年経たないぐらいです。ああ。大変そうですね。どうですか？楽しいですか？楽しいです。
本当に、はい、よいしょ、ありがとうございます。はい、じゃあ、あ、持ち上げるので体重背もたれにお願いします。はい、持ち上げます。はい、123、よいしょ、大丈夫そうですか。ありがとうございます。はい、じゃあ出発しますね。行ってきます。いらっしゃい。よいしょ、旅行ですか。実は、はい、東京に住んでいますから。東京、そう、仕事ですね。あ、そうなんですか、お仕事で。はい、はい、あ、仕事で。今は日本にお住まいなんですか。そうですね。すごいですね、日本語すごいお上手で。あ、いや、まだ、そうですね。毎日同じ仕事をしてますか。はい、毎日同じ仕事をしています。すごいですね。とても楽しいお仕事です。あ、本当に。はい、もう1年ぐらいですね。そうですね、まだ1年は経たないぐらいです。そう、はい、毎日どのぐらいですか、時間は。あそこに立っている時間はだいたい朝10時から夜の7時ぐらいまで立ってます。8時間ぐらいですね。そうですね、8時間ぐらいやってます。すみません、ここで自己紹介させていただきますね。はい、はいはい、今回ドライバー担当させていただく寺山愛香です。はい、よかったらテラちゃんって呼んでください。テラちゃん、テラちゃん、はい、お願いします。お願いします。じゃあお時間確認させていただきましたね。ただいまの時間が14時45分なので、はい、だいたい10分から15分お時間いただきましたので、10分後の14時55分過ぎにまたこちらに戻ってきたいと思います。はい、お願いします。日本に来てどれぐらいになるんですか。今はもう5年ぐらいですね。5年ですか。そう、そうですね、初めてです。嬉しい。ありがとうございます。始めた時難しかったですか、これは仕事。そうですね、最初はすごい難しくて、はいはい、たくさんの練習期間があって、ああ、別に、なんだっけ、運動、運動するもできます、この仕事をするために、はい、何は していますか、スポーツとか。あ、スポーツは今は何もしてないんですけど、ああ、高校生の時、はいはい、昔は陸上競技をやってました。何が？陸上競技。ああ、走ったりしてました。そう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 。すごいですね。スカイツリー、はい、すごいですね。僕もね、高所恐怖症なんでね、一回も登ったことはございません。今日はいい天気ですね。そうですね、すごい。高さ634メートルでございます。雨の日も仕事ですか。はい、雨の日も毎日営業してます。ああ、いいじゃん、いいじゃん。
さんはスカイツリー行ったことありますか？スカイツリーも行ったことがある。ありますか？そうそう。登りました？上に。そうですね、1回だけ。おー、すごい。が大きいですか？そうそう、大きいです。行ったことがありますか？あ、行ったことないんですよ。あ、でもすごく行ってみたいとは思ってます。そうですね、やっぱ日本より高い建物が多いですよね。そうですね、はい。今コロナですから仕事はどうですか、お客さんは？はい、やっぱ減ってはいるんですけど、はい、まあ、ついこの前から緊急事態宣言明けたので、はい、昨日からですね、結構人が増えてます。ああ、そうですね、それは良かったです。はい、良かったです。兄さんは一人で日本に来てらっしゃるんですか？そうですね。そうなんですね。日本語は独学で？日本語がちょっとだけ、なんだっけ、オンラインで並んで、仕事もなんだ、人が周りはちょっとなんだ、日本人たくさんいますから、そう、基本的に自分で勉強しました。はい、ありがとうございます。あれは仲間です。仲間。毎日お客さん、どのぐらいお客さんはいますか？そうですね、毎日だいたい5組ぐらい乗せます。はあ、あ、そうですね、5人ぐらい。そうですね、5人。まあでも2人で乗るお客様とかいるので、はい、2人で乗る人合わせたらだいたい8人から10人ぐらいですかね。はあ、面白い。そうなんです、浅草こういうのがあって。浅草とかはあんまり来ないですか？浅草もそうですね、多分たくさんいたことがある。あ、本当ですか？そう、でも人力車は初めて。そうそう、人力車は初めてですね。何を食べましたか？昼ご飯はラーメン食べました。ラーメンですか？そう、いいな。どこのお店に行ったんですか？前は、友達と吉祥寺と、はいはい、そう、吉祥寺に行ってそこに食べました。あ、そうなんだ。はい、はい、天ぷら屋さんです。あ、天ぷら屋さん。天ぷら好きですか？好きです。あ、いいですね。日本料理はどちらが一番好きですか？何ですか？日本料理は、はい、どちらが一番好きですか？そうです、お寿司が一番好きです。ああ、じゃあ毎日食べますか？毎日は食べないですけど。自分で料理を作りますか、外で食べますか？毎日どうですか？外で食べることもあれば、自分で作ったりもします。ああ、家族と一緒に住んでいますか？私は一人です。一人です。出身は東京ですか？いえ、地元は群馬県です。群馬県の、はい、あ、すごい。行ったことありますか？一回だけ。本当ですか？そう、うん、嬉しい。何しに行ったんですか？はい、その時友達と一緒に来ましたか？はい、そんなに覚えてないです。でも、そう、自然のところはたくさんあってすごいです。面白いです。そうですよね、やっぱでも東京に比べると人が結構少ない。そうですね、少ないですね。特に多分この季節はすごいです。あ、今そうですね、
これから紅葉もあって、はい、紅葉、はい、雪が降りますよね。そうそう、そうそう。ないんですね。人も東京より多いですか？そう、多いです。この町は名前は何ですか？何の名前ですか？この町の名前は？この、あ、ここの通りですか？はいはいはい。ここは新仲見世通りっていう。古いですか本当にこれは？そう、あんまり古くはないんですけど。あ、新仲見世、上に屋根があって、はいはい、雨が降ってても雪が降っててもいっぱい中にお店があるので、そうそう、お買い物ができるよって。ここラーメン屋さんですね。浅草ラーメン、東京ラーメン。あ、一番有名ですか？ああ、有名でおすすめのお店です。こっちももじゃ屋さんで、ああすごい、お好み焼き屋さんですね。ああ、十字路さんです。いっぱいここお店あって、こちらの勝吉さんっていうのは、はい、勝屋さん、とんかつ屋。ああ、とんかつです。はい、好きですか？とんかつ。そう、好きです。いいですね。お兄さんいつも何食べてるんですか？いろいろな食べ物を食べます。いろいろ。例えば一番好きなのは何ですか？焼き鳥とか。焼き鳥ですか？そういいですね、焼き鳥。お酒と合いますね。そう、お酒も好きです。お酒飲みます？そう、飲みます。最近そんなに飲まないです。ちょっと。あ、そうなんですか？でも前は。そう、何が好きなんですか、お酒は？日本酒一番好きです。日本酒ですか？あ、いいですね。日本酒、実はまだ私お酒飲める年齢じゃなくて、はいはい、まだ飲んじゃいけないんですよ。あ、そんな。まだ飲んだことなくて。20歳ですか？日本も一緒です。そう、20歳からお酒が飲めます。逆に言うと、今日夜は何食べる予定なんですか？まだ分からないです。分かんないですか？よいしょ。ビールとかも飲みますか？そう、飲みます。前の建物、ああ、実はビールの形してるんですよ。そうそうそう。あ、知ってますか？そう。でも、その中にいたことがないですか？私はないです。ありますか？ないです。あ、ないですか？いや、あそこのその中で、はい、ビールも飲むことができますか？あ、飲めますよ。アサヒビールさんなので。ああ、今ちょっとコロナでわからないんですけど、はいはい、普段は通常営業してたらあそこの白いところの真下にレストランが入ってて、はいはいはい、日本料理だったりとかフランス料理が入ってて。ああ、はい、日本料理をフランス料理。そうなんですよ。普通のアサヒビールさんの社員じゃなくても、はい、入れるので、よかったらお兄さんに行ってみてください。そう、行ってみます。行ってみてください。お友達と一緒に。そうですね。はい。これから左に見えてくる雷も行ったことありますか？通ったことありますか？そう、行ったことあります。うん、いっぱいあります。雷も、浅草寺も行きますか？よく浅草寺。そう、雷も、そう、すごいですね。大きいですよね。そう、見えます。そこ。アサヒビールの真横の。ああ、はいはいはい。あのオブジェ。
の形してるんですよ。あ、そう、木の形をしてます。本当に楽しかったです。ありがとうございました。じゃあ本日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。下ろします。1、2、3、よいしょ。じゃあ今降りる準備するので少々お待ちください。はい。ありがとうございます。よいしょ。じゃあまずシートベルト取りますね。はい。失礼します。すいません。よいしょ。じゃあゆっくり降りてください。はい。ありがとうございました。じゃあ、領収書を、あ、すみません、これ失礼しますね。はい。領収書をお書きするので、お会計がお一人で3000円ですね。はい。じゃあ、ここでもいいですか？あ、すみません、端っこにお連れするので、あ、すみません、ちょっと今。はい。ちょっとここに写真撮ってもらえますか？あ、もちろんですよ。はい、すみません。あ、私一人、はいはいはい、あ、面白い、これ1、2、3、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、こっちにお願いします。はい、 OK、ライダー、じゃあ、足元気をつけてください。はい、おかけなさい。ありがとうございます。こちらで会計お願いいたします。はい、ここに、あ、すいません、もうちょっとこっちでお願いします。はい、領収書にお名前をお書きするんですけど、はい、お名前を教えていただいていいですか？領収書で、はい、この切り取れるんですけど、はい、下の部分が次回から私たちの会社、東京力車っていう会社なんですけど、はい、私たちの会社の人力車が 10% 割引で乗れるよっていう件なので、次回浅草に来ることがあったらまたお待ちしてます。はい、ありがとうございました。あ、じゃあすみません、もう少し、雷おこしって買ったことありますか？買ったことがない。ないですか？よかったら雷門、さっき見た雷門の左側に雷おこしっていう、はい、浅草で有名なお菓子屋さん、お菓子が売ってるので、よかったらこちらで買ってみてください。ああ、これは 8% オフですね。はい、 8% 割引、少し安く買えます。そうですね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ本日はありがとうございました。はい、本当にありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。はい、すいません。ありがとうございます。